さて、グループ C 第4ラウンド、まもなくスタートとなります。先ほど惜しくもスパゲットさん敗れてしまったんですが、ここから2連勝での3位滑り込みみたいなところを期待したいところです。ここからは正宗さん解説でお送りします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。と思います。さあ、スパゲットさんとアルマーニの準備が整ったようですね。こちらの方、見ていきたいと思います。さあ、まずムーブからですね。はい。まずヨーロッパの景色のように見えますが、フランスですね。道路番号が D から始まっているのは基本的にフランスです。さあ、そしてその中から細かい地名、バス停から今地名を拾おうとしましたが、一旦スルーしてスパゲットさんを進んでいきます。そうですね、フランスの細かい地名からゲスするのは基本的に、まあ、不可能に近いので、はい、まあ、雰囲気であったりだとか、まあ、電話番号等を見つけることができたら優位に進めるかもしれません。こっから全勝したらギリあるよな、トップ3ですが、看板らしきものにはまだたどり着けていないか。ただ、まあ、アルマーニの方が街中にいますので、電話番号を手に入れるのだとすれば可能性があるのはアルマーニかなと。相手全敗プレイヤーだ、負けたら終わる。おっしゃ、さあ、ここは街中のアドバンテージがあったようですね。そうですね、何か見つけたのかもしれません。続いて黒いグーグルカーにアンテナなのでロシアですね。ロシアはスパゲットさん得意な国として挙げてますので、はい、いいゲスが飛び出すのを期待したいところですが、お互い同じ方向に進んでますかね。さあ、この一本道、何らかしらの勝跡がつかめればというところなんですが、動き出したのはスパゲットさんの側。そうですね、これちょっと配信の見てる視点とプレイヤーの見てる視点がちょっとずれてしまっているんですが、今看板を見たかのような動きをしてました。お、さあ、地名をピックアップ、角度合わせに来たぞ。アルマーニはこの動きについていけるか。ロシアも広大です。倍率 1.5 としても大きなダメージにつながる可能性がある。いや、これ 1.5 倍ならうわー、決まったかもしれません。決まった、ラウンド2ドンピシャ 1.8km。 強烈な一撃、さすがですね、アルマーニ。これがロシア。いや、スパゲットさん、ね、割と5戦近くドンピシャで当てるんだよな。でも2ラウンド KO 見られたんですが、はい、ただ一発大きく外す時もあって、やはりロシア相当得意ですね。得意なロシアで決めた、すぐさま迷いなくこのポイントをしました。おそらくこちらからは確認できなかったんですが、何を見たんだろうな、その選手の見ている画面と配信に映っている画面、少しズレがあるように見えるので、看板かなんか見た可能性が高いと思います。いや、そうじゃない、得意なマップ、この動きは説明がつきません。ノームーブ。さあ、続いてノームーブ。はい、ちなみにジェイク戦はそのムーブノームーブというのあたりはどういった試合運びだったんですかね。ですね、スパゲットさんはムーブを取ってですね、でノームーブに入ってかなり微妙な差の部分でタイとマレーシ、タイとインドネシア、ここでの差で大ダメージを食らってしまいというところで、ギリギリヘルスは残ったんですが、そこから僅差に削られてしまい、そして NMPZ で、香港とマレーシアの差分によって2ラウンド KO みたいな形でしたね。なるほど、やはりスパゲットさんムーブかなり勝率高いですね。ムーブは大体取ってるイメージあるな。初戦のラルー戦以外は全て取っているという状況ですね。まあ、今回ノームーブ、またロシアが出てますね。ロシアなんですね。こちらスパゲットさん得意としているロシアなんですが、さあどうなるか。ロシア大前提な。うわ、今回近い。ここも少し近いですね。さあ、まずは一撃。ノームーブは、ただ本当に考え方一つでゲームが決まってしまうルールでもありますので、倍率が上がっていくとそれだけ逆転要素が増えてきます。そうですね、今回ヨーロッパには見えるんですが、あまり手がかりがないので、はい、国を確定させるのが難しいかもしれません。
そうなってくると 1.5 倍でも本当に一撃で決まってしまう可能性もすら考えなければいけません。さあどうする？さあロシア、お互いロシア行きましたね。ロシアであればやはりまたロシアか得意としていますので、さあ遠くに見える街並み、そしてこの辺りの植生、そしてカーメタと言われるこの車。そうですね、これ結構ロシアにしては、寒そうな植生ではないので、まあ、南部、はい、カザフスタン国境の辺りなどは砂漠でもあるので、わお、そこに当たりをつけてという形でした。めっちゃ悔しがってる。当てられたのかな。さあスパケットさん、ちょっとこれは不本意なゲスになってしまったか。大きなリアクションがありました。まあ、相手とのまあ見解が一致しているということもあり、まあ仕方のないことなのかなとも思いますね。いったところでカンボジアですかね。こちらは2倍であれば差はつかない国だと思います。なんでカンボジアってわかるんだろう。さあ北部と南部ちょっと分かれているような印象ですが、あ、 ほぼ変わらないですね。失礼いたしました。おお、外すとき大体そうですね。カンボジアもまあ2人ともかなり似たようなところに地域を当てるのが難しい国ではあるので、ね、はい、まあここはまだ許容範囲ですかね。はい、電柱が見えるといったところで、こちら何ですかね、メキシコですかね。さあまずはアルマーニがメキシコに、他に何らかの特定する遠くの景色、この山並みなどをチェックしています。そうですね、まあ、これ比較的乾燥してて、あまり山も見えないエリアではあるんですが、そういったエリアメキシコ北部には、まあ多くありますので、うん、まあ大きく分かれる可能性もあるかなといったふうに思います。ただお互いシナロア州見てますね。そうですね、うん、そのラッシュ、シナロア州、まあ差はつかないのでしょうか。さあここはスパゲットさんが 2.5 倍で 2.5 倍もあるから結構入る。一つつながりました。1000ダメージ、よくわかるな。そうですね、といったところでまたロシアのように見えますが、わからないですね、うんうん、まだお互いアンテナを確認しました。このアンテナが結構ロシアの地域当てには重要になってくるんですが、はい、アルマーニーに虹にノブゴロドっていう町のあたりを指してますかね。火山のあたりに寄っていきました。早い相手、早いですね。さあ今回は比較的即断に近いような形、スパゲットさんにプレッシャーをかけに行く。ただ同じようなエリア、そうですね、やっぱ似たようなところに置いちゃうな。さあ倍率はあれど、まだまだここが差が反転するようなダメージではありませんでした。ただまだ納得いってないような表情をしてましたね。そうですね、こういったところからもスパゲットさんのこのゲームに かける思いみたいなのが伝わってきますが、今回は仕掛けた。そうですね、おそらく地名を見つけてゲスしていきましたかね。相手は分かってねえぞこの地名が。さあアルマーニもペルーだということは分かっているんですが、これはかなり近いところまで来てますかね。うわ、相手が当てたない。ここはマジかよ、アルマーニですね。うん、さあこれでヘルスはイーブン。そしてまた北欧ですかね、アルマニフィンランドをしていきました。さあそれを受けて共にフィンランドを着目しています。共にフィンランドか、さらに同じようなエリアといったところで差はつかないでしょう。やはり先ほどからそのアルマニの、なるべく迅速にゲスっていった戦術見せてますね、はい、そしてそれがかなり功を奏し始めているような印象です。さあノーブーブ8ラウンド目、
こういった緊張感のかかる試合の中でもその自分の作戦を貫けるっていうのはまた一つすごいところかなって思います。さ、かなり建物そういったところに着目しているこれ分かる要素あるのか、2人とも同じ画面に到達。そうですね、まあ、これヨーロッパかなと。おっと、アルゼンチン、チリ行きましたね。なるほど。さあ、これはなるほど、分からん。大きく差が出た。カナダ、これ当てた方が勝つことになる、なりますかね。カナダですね。まあ迷っている。おっと、ニュージーランドを見ているが、どっちだ。いやー、アリとしても、スパゲットさんもニュージーランドを見ている。スパゲットさんもニュージーランド見てる。おっと、いやー、チリ。さあ、いやー、一本取り返す形になりました。いやー、ここも判断難しかったですね。両者迷っている印象でしたが、当てるときは当てるし、外すときは大きく外しちゃうね、スパゲットさんも。今のも本当に難しいラウンドだったと思います。両者ニュージーランドをちょっと気にしている様子でしたし、そこでアルマニがスイッチしていればといったところでしたね、はい。さあ、1対 1NMPZ の時間です。はい、この NMPZ を取らないと、まあそうですね、グループステージ突破は怪しくなってきます、うん。まあ、ほぼ敗退だろうな。さあ、この1枚写真で地域を特定するというかなり高度な要求がされています。ただアルマニー得意なモード NMPG といったところで、相手が得意なんだ。そうですね、相手の得意なモードにもつれ込んでしまいましたが、何の情報もねえぞ。どうですかね、道路でもないし。ヨーロッパのようには見えますが、チェコですかね。少しポーランドと悩んだ印象でしたが、まあ、ここにまずは決め打つ。そしてアルマニー、ベルリン。さあ、最後までスパゲットさんも悩みますが、ファーストインプレッションから変えました、ポーランド。ここはポーランドであるのですが、直線距離というところでね、ダメージが入ります。さあ、続いてなんですが、早いですね、北米お互いズームしてます。さあ、州は変わっているんですが、そうですね、ワイオミングとコロラドということで隣の州ではあるんですが、アメリカ広いので。はい、え、あ、俺 YouTube 落ちた。 Oh no Fuck。 モードとしても、え、どっち、いや、やられてる。先ほどのような5人というところが起こり、Oh no、より起こりやすくなっている状況ですが、ペルー早い。早いですね。ちょっと削られたな。これ、サゲットさんもペルーには行けると思うんですが、ペルーも結構その海岸線はずっと砂漠のエリアが続いてて、なるほど。そういったところの見分けがかなり難しいとされているので、さあ、ここでもある程度の被弾というところはお互い覚悟の上のロックになりそうです。そうですね、ただ同じような、おっと、ボリビアに移す、ん、今ちょっとカメラが、おお、ギリギリでなんかずれて、さあ、ちょっといい感じになった。挙動としては明らかにスパゲットさんの挙動ではなさそうだったので、最初の方にロックしたポイントになっていました。そうですね、これはまあ Google か白いのが見えておりますので、それに加えてこの景色、まあ、チリ、ボリビアを見てますかね。うん、国分かれましたね。チリ倍率 2.5 倍、まあ、ボリビアもありえると思います。うわー、ドンピシャやばくね。さあ、これは大ダメージ。わあ、倍率の
相まってボリビアチリのそのほぼ敗退かこれ。でアルマーニがノームーブから大きく前進しました。ドンピシャで当ててきたな。そしてスパゲットさんはこれで1勝3敗。ムーブではかなりいい成績を今大会残しているだけに、ノームーブからの苦しみというところが見られました。さすがに3敗で上がるのは無理そう。そうですね、ノームーブも惜しい場面ありましたがといったところで、いやむずいな。この大会の難しさの部分が見えましたね。そうですね、はい。スパゲットさんがワンウィン、クラッツスリーウィン。直接対決勝てば、勝ち方いかんでは全然ありえますね、これあるの。そうですね、2-0で勝てば、ね、勝てば、はい、ゲーム差で突破がまだ残されているといった形ですかね。ああやっぱそうですね。最終戦キラニア VS スパゲットさんの試合、これの結果以下ではスパゲットさんが3位に滑り込む可能性が出てきました。おお、すげえ。なるほど、これはまた面白くなってきましたね。さあ土壇場、苦しい状況であるんですが、目があるということが唯一の希望となっています。そこの光に向かって、これ2-0で勝てばあるんだろう、決められるかどうか頼みますよ。それではまずムーブからのスタートとなります。見ていきましょう。はい、 OK。 はい、まずは、穴あき電柱ですね。ホーリーポールが見えていますので、ホーリーポール、はい、この形状ですとルーマニア、これ勝ったら、これ2立てで勝ったらスパゲットさんが勝ち上がれるらしい。そして、横断歩道標識を合わせて考えると、おそらくこれは、ルーマニアかなと思います。2-1で勝っても、さあルーマニアの中で勝てないのかな、勝ち上がれないのかな。どういった動きを見せてくれるのか。マップをちょっと落としてるからね、キラニアより。特にキラニアの挙動には注目です。はい、かなりこれまでのラウンドとこれまでの、勝ってくれ、ストレートで勝ってくれ。変えてくる可能性も、ムーブは相手オーストラリア勢苦手なはず。はい、で、まあ、得意なマップはノームーブだから、豊富に、設置されている国の一つではありますので、有利そうか、まあ、この街の周辺であれば十分見つかる可能性はあると思います。さあかなり丁寧に進む道はちょっと違うな。しながら、はい、ここはいい道路に出てるのはキラニアですね。そうですね、スパゲットさんは地名で攻めていきたいところです。んー、なんか情報に差がありそう。があるか、おこれはいいんじゃないでしょうか。スパゲットさんが見てる看板、地名は書いてあると思います。相手もなんか看板見つけてる。さあここは別な情報をお互い元に地域を絞っていきます。かなり近いところまで来ていますね。ナイス、見つけてますね。ただ90か、相手も超地形や。しかしキラニアも、はい、しっかり倒してきましたね、はい、そうですね。お、護衛じゃない。さあ精度高く、ナイジェリアでございます。続けられればスパゲットさんこのラウンドも十分勝機が出てきます。護衛者がいる、はい、さあ続いてパトカーに追われているカバレッジです。出ましたね、はい、ナイジェリア登場してますが、はい、ナイジェリア以外ないのかな、パトカーに守ってもらってる。グーグル社は覚えたかもしれませんが、パトカーに追われていたらナイジェリアですね。まあ本日から見た方は今驚愕の情報だったと思いますけど、はいはい、もうすでにですね、その後ろについている車があるかどうか、このね、警察の車両があるかどうかによって特定の国というところが決まってきます。その中でどこまでポイントを絞ることができるか。さあスパゲットさん、地名見つけたようですね。これは早いぞ。さあキラニアは逆に遡ってまだ見つけられていないか、うん、今見つけたか。さあここに、あー、イーボブランチ、地名がありますね。いやー、バレたー。さあここもほぼ等間隔、はい、さあプレッシャーをかけていったんですが、そうですね、スパゲットさんが先に見つけてプレッシャーをかけて、キラニアがなんとか対応しているという様子に見えますので、流れとしてはいいんじゃないかと思います。
さあキラニアとしてもやはりじっくりじっくり精度を高めていくこのムーブの動き、これは継続のようです。はい、そして続いては、センターライン黄色で涼しげな画質のいい景色ということで北米ではありそうですね。そしてニューファウンドランドカナダ、これはスポゲットさんがマキシマムだからカナダだね。この地域、そして逆サイド、逆サイド。お願いこれ、ちょっと待ってこれ飛ぶぞ。どっちかだったら、うわあ、これは決めたんじゃねえか。ナーイス。まずはベーグ 2-0 で勝たなきゃいけないから、これでかい。さあこれはおそらくこれ取られてたら負けてた。記憶の中に終わってた。あぶねえ。いやー、強烈な一撃。いいよいいよ。次得意マップよ、ノームーブ。クリアです。オーストラリアもまあノームーブ得意だろうけど、次を取ればレースで前回のアジア予選で戦ったことあると思うんだけど、2人アジア予選で優勝したのはこのキラニアだからね。今のは素晴らしい、かなりの強者。はい、さあ本人としてもただ冷静にはいますね。はい、さあ次を、この次が、デイスリー進出マッチという形になりますね。さあ2ゲーム連取というところの条件戦の中で、1ゲーム目はスパゲットさん見事に取っていきました。さあ続いてのノームーブ、日本来い日本。ここから見渡せる景色から判断していく必要があります。はい、まあ、キラニアとしてもね、このムーブを落とすというのはある程度想定内であったかもしれませんので、なるほど、ここからという思いはあるかもしれません。キラニア3マップ目いったら負け確定や。そしてスパゲットさん、ここで勝てばトップ3で勝ち上がれる。共にこのノームーブ絶対に落とせない戦い。さあこれはガードレールのリフレクターがガードレールについていますので、はい、情報でいけるか。リフレクターの色なんかも使うことができます。そしてスペインに行ってますので、おそらく黄色いリフレクターがついているんじゃないかと思いますね。さあスペインですとかなり山がちということで、このスパゲットさんが置いているような、北部のエリアっていうのも十分考えられそうです。それに対してキラニアがちょっとリフレクターをよくチェックはしているんですが、どうでしょうか。おそらくはっきりとは見えない。お互いまあまあ地形か、はい、フランス迷ってますね。うん、ユニア、さあ海の上に置いてリスクヘッジしていきますが、うん、中間地点のような形になりました、はい、アンドラでしたね。まあ、ちょっとアンドラにしてはなかなか見ない景色、カバレッジだったので、はい、まあ、今のはプロにとっても難しいラウンドだったかと思います。さあ続いては特徴的な電柱。そうですね、互い地、はいはい、これは電柱で国は分かりそうだよ、まああるかもしれませんが、はい、これはどこだ。さあ解説も分かってないのか、かね、ちょっとあまり見ない電柱な気はしますね。スパゲットさんも首をかしげるの素振りはありますが、建物とか、植生を見ていくと、はい、東南アジアなのかなという感じはします、うん。さあ、Google カーからのヒントというところもスパゲットさんは得られなかったようですが、南米に置いてるの、はい、お互い南米かってきます、ね、あ、ブラジルの電柱ですか。いや、ただこれはどうでしょう、両者とも自信はあまりなさそうですね。さあポイント自体は南米にはあるんですが、少し距離が離れています。ちょっと景色が謎ですが、おお、コロンビア。コロンビア。いてぇ。キラニア、これ当てれるのは、すごいですね。そして3700のダメージが、スパゲットさんを襲います。このマップ落としたら負けや。
大きいですね。敗退や。敗率はここからさらに上がっていきますので、さあ、より精度が求められる。さあ、見た目以上に首の皮一枚の状況まで陥っています、スパゲットさん。はい。さあ、続いても、こちらは、そうですね、まあ、ヨーロッパの南部、地中海、そのあたりの、割と温暖なエリアかなという感じはします。あ、マルタの新しいカバレッジですかね。お互いマルタ行ってる。そうですね。マルタ。はい。マルタはこの辺の国では珍しく、日本と同じ左側通行を採用している国ですね。なるほど。はい。さあ、少し。ですので車が、はい、いればすぐに行けることができます。はい、少しスパゲットさんはマルタではないのではないかという判断もありつつも、マルタにポイントを戻しました。マルタでもちょっと離れてはいるな。ドンピシャで決められるとだるいですので、まあ差はつかないでしょう。まあでもそんなか、うんうん、お、そんなだった、よかった。さあ、ただ倍率が進むのはスパゲットさんにとっては逆転要素にもなりますので、そうですね、一旦は受け入れつつ、はい。さあ次はこの、はしごのようなワッフルというか、ラダーというかはしごというか、その電柱が見えてますが、はい、こちらは、まあ、フランスとかスペインとかそのあたりでよく使われている電柱ですね。うん、それでかなり温暖な景色ですので、スペインあたりは十分ありそうです。さあ、傾斜を下っていった先には湖のようなものも広がっています。そうですね、かなり特徴的な景色ではあるんですが、さあ、ともに、はい、この赤い文字をなんとか解読するか。うん、かなり変わった景色ですね。どこ？さあ、どのポイントに打つか。残り15秒。カモン。さあ、両者何？まあまあ離れてない。そうですが。うんうんうん。お、ずらした。寄ってる。どうでしょうか。はい。うわ、ね、どうだ、うん、ここもどうだ。あ、さあ、倍率も相まって。はあ、ここで1000ダメージ、はあはあ、さあ厳しくなってきました。なんとか耐えてほしいです。さあ、キラニアとしてもノームーブからのこの打点。さあ、ここで日本ですね。これ日本？そうですね。ボーナスマップ来たか。ヒントとなる文字などはなさそうですかね。日本だけどノームーブだからな、得られる情報が。日本書いてたらいいんだけど、真っ黒の瓦、こういったものは、中国地方と、まあ、主に広島県とかそのあたりで、かなりよく見られる建築、うん、ただ今日日本4回目で今のところ1勝2敗、はい、広島ゲスしましたね。相手広島。さあ、残り10秒。バケツさんも無難に来ますね。うわ、近いか。そうですね、距離感的には3倍。相手の方が近い。日本の勝率低い。スパゲットさん、西でした、ね、やばい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 、500切った。さんのちょっと東寄せのエリアだと思うんですが、相手なんでわかんだよ、はい、わ、少しアンラッキーでした。さあ、そろそろ細かい差でも倍率によって決まってしまう。ワンパンカモン、500以下というヘルス。さあ、なんとか耐えてほしい。続いてちょっと車が見えてますね。はい、はあまり見ない Google カーではありますが、さあ、遠くにも比較的傾斜はあるんですが、平べったい土地。はい、ナイジェリアですかね。あれ、ナイジェリアってパトカーじゃなかったっけ。さあ、ナイジェリアであれば文字情報を使えますが、今回は、そういったものはないということで、うん、まあ、キラニアかなり有利ですね、このラウンドは。そうですね、はい、ここで大きくスパゲットさんが
アジャストできればまた話は変わってくるんですが、はい、これは読めない。どうなる、近くにポイントされるとより不利になります。さあ、しのぎました。ギリギリ、ふう、結構ダメージ入るな。おい、いや、ここでダメージ入ったのもいいですね。大きく、はい、なかなか大きいです。え、さあ続いて4倍、どこ、おー、これどうだ、これ地球か、カザフスタンですかね、群馬か、これこそ群馬か、かなり暗い石が混じっている。カザフスタンもなんか画質が悪いって聞いたぞ。インドも画質悪いけど、カザフスタンも画質悪い、はい、悪い。カザフスタンの Google カート景色には見えますが、群馬の可能性もあり、時間帯がこれだいぶ昨日荒野で、ということで、群馬にしては栄えてるって書いてあったから、そこ以下だったらここしかないだろう。かなり一、あ、アイスランドか、アイスランド、アイスランドの非常に正しい、ちょっと待って、カバレッジですね。いやー、お互いアイスランドだ。あとはだけど近いと、この差であれば、はい、スパゲットさんが近づけていなければダメになってしまいます。じゃあどうだ、これはギリギリ、うわー、4倍は削り取られる値となりました。はー、敗退か、日本人選手取ったことで3位滑り込みが決まりました。ジジイ、そうですね、惜しかったですね。いやー、アイスランドお互い分かってたけど ね、残念だ。あー、握手してます握手してます、はい、一応まだ残念、もう一戦あるということで、そうですね、そうだね、一応もう一試合残ってる。今のアイスランド割れてるんですね。もう一試合残ってるんだっけ。うーん、アイスランドのあのジェン4は本当に最近、今月多分リリースされたストリートビューで大会の数日前に入ったんだと思うんですが、そこはしっかりマップに組み込まれているということで、はい、私も完全にパニックになってしまいました。ああ、そうかそうかそうか、今大会でも初めて配信で、ノームーブパンズとか残ってんのか、敗退は決定してるけど、ね、NPC 見ていきましょう。はい、さあ、この消化試合、消化マップ NPC にぜひスパゲッツさんに勝ってですね、うん、意地を見せてほしいですね。そうですね、まあ、一旦勝ちますか。植生としてはヤシなども見えますが、ヤシですか、これは。ヤシですね、はい、まあ、インドカメラであるということと、うんうんうん、まあ、かなりこの、背の高いヤシですね、ココヤシですかね、こいつは、まあ、東の海岸とか、はい、まあ、海岸付近あたりによく生えているヤシかなと思います。これはほぼ2人とも同じポイントをチェックしています。これ写真で1枚か、ん、雪、さあ続いて、なんだこれ、雪も残るこの山岳の景色。この1枚写真です。分かる要素どこにあんだよ。んー、んー、電柱もね、なんですかね、これボラードもね、かなり標高は高そうに見えますね。はい、まあ、トルコとかパッと見あるかなと思ったんですが、この乾燥していて雪が積もっているというのはなかなかそう多くの国では、まあ、なし得ない景色ではあるんですけど、はい、まあ、かなりいろんな判断ポイントがあります。土の印象ですとか、はい、いやー、スパケットさんもこれはおおむね分かっていない時の首のひねり。さあ、少しトルコ行くか、それともギリシャか。ギリシャ、ギリシャもありえると思いますが、おっと、さあ、これワンパンで決まるぞ。お互いがどっちかドンピシャだったら、はい、多いですかね。ちょっと木が少なすぎるんですよね、あまりに。あ、なるほど、砂、うわー、おー、チリですね。なるほど、このあたりは、あ、ここで雪降るんですね。まあ、でもこれでワンパンじゃないんだ、この差なのに。みたいな感じですね。そうですね、サンティアゴよりも北のエリア、あのあたりで、まあ、雪というのはめちゃくちゃレアだと思います。
かなり標高が高かったところが、まあ、ワンパンかと思った景色につながったのかなという判断は結果論的にはできるんですが、キラニア近づけていきました、うん、いやーさすがに強いですね。さあ次はヨーロッパではありそうですね。まあヨーロッパはかなりこの狭い道、うんうん、細い道が一般的に多く分布しているという特徴はありますね。さあスパゲットさんはまずはオーストリア、はい、まあ、かなり山がちの景色というところと割と緯度的にもまあそんなに南ではない涼しそうな景色ではありますので、うんうん、オーストリア、まあ、キラニアのイタリアとかそのあたりはいいゲストなんじゃないかと思います。フランスでしたね。強えな。さあここも1000点ほどダメージが入ります。ただまあこういったね距離感での戦いになっていますので十分ヘルスは一気に削れるパターンがあります、はい、どこだこれ。カナダ、キャナダ。次もこれはまた分かれそうですね。そうですね、まあ、北欧の可能性もありますし普通のヨーロッパもありますし、はい、北米もあるかなというような。さあ選手はズームすら許されません、はい、うん、そうですね、まあ、少しいや Google カーの色が見えているか絶妙ですね。青っぽいのがそうですかね。そうですね、これは Google カーなのかどうか。さあスパゲットさんノルウェーに仮置きしてます。北欧は、まあ、どの国でも十分あり得る景色ではありそうです。キラニアは北米ですね。全然違うな。さあここはこのラウンド 2.5 倍、これはどちらに転んでも勝負がつきます。勝って終わろう。キラニアロックしました。スパゲットさん北欧行くか、大逆転もありえます。さあどちらなのか、結果を見守りましょう。ノルウェー取りました。取りました。取ったけどトータル勝ったんだけど、キラニアに NPG で勝つというのはすごいことですよ。勝ったんだが、ね、敗退決定だよな。エーペックの準決勝のリベンジともなりました。さあ最後意地を見せてくれましたね。はい、本当にあと一歩でしたね。1ゲーム差ですね。マジか。キラニアスパゲットさんがはいはい、2勝3敗で並んでゲームカウントがキラニア0、スパゲットさんがマイナス1ということで、マジか。マップ1個多く落としてたのか。したマップ差がなければ直接対決勝ったから上がれたんだろうけど、ただね、この条件戦っていうところがね本当に難しい部分でもありました。キラニアは1ゲームでも取ればスパゲットさんより上の順位になれるということがゲームが始まる、マッチが始まる前からね分かっていたというところがありまして、さあ最後のインタビューです。Crazy ending round. How you feeling? Pretty good. I mean, unfortunately, I dropped the no move round, so I think he's still third, but happy to kind of end it off on a positive note. Yeah, definitely. I mean, you played so well today, man. I mean, the moving games, I think we were mentioning, I don't think you've dropped a moving game today. 今日ムービング1個も落としてないんだ。I mean, I did spend a lot of time. 初戦は落としたか？確か。Kind of information stuff for moving, so.Pretty happy that paid off. Yeah. Nice. Well, amazing, man. Spaghetti, you did it. You did beat Kirania, and you played really great today, man. さあ、インタビューでもありましたが、はい、スパゲットさんのね、ムービングの技術っていうところはね、本当にこのグループ C でも、まあ、特筆すべきポイントになっていたっていうところはありましたが、1位が US、ゲームカウント最下位も US なってしまいました。4位か。そうですね、まあ、やはりシーナさんもスパゲットさんもどっちも4位だ。分析した成果が出てよかったと、ムーブ全勝ということになりましたので1位。いやまあ残念ですが日本人選手負けてしまいました。